あ、これバグ？やばいんだけどこれ。どのゲームでも一緒ですけど、効率は求めるべきですね。じゃないと、利的行為をした方が得ってなっちゃうからね。効率はとことん追求して、その先のまた、それに対するメタをまたインポスターとかが考えればいいだけだから、工夫のしようがあるからね。そう。ガチでやったらつまんないとか言い始めたら、これはまたちょっと別になっちゃうかな。ケンちゃん。ケンちゃんうんち。水色。いや、ね、多分メイヤさんインポスターじゃないかなと思っていて、シャワー室のベントの方から上に上がってきたんで、かなり怪しいかなと思って。ごめんなさい、僕ボタンを押したんで経路を説明します。 OK です。はい、エンジンルームからスタートしてタスクを1個こなして、で竹尾さんとずっと一緒にいました。 その後リアクター左側を2人で、あ、まあ、竹尾さんはあれヌーンに乗って右に行って、うん、僕は左側を直してボタンって感じです。竹尾さんが、アルマさんが素人ですね。あ、無理です。二郎無理です。お互い絶対無理です。ソニキさんって動きどういう風に行ったんですか？僕がダウンロードしてるとこ多分通ったと見れるんですけど、はい。貨物、ラウンジ、アーカイブ、シャワー室、右側、タスク。やってる時に、シャワー室の、ところの右下のベントの方から上に上がってきた目安さん見てるんで。あ、それね、僕あのタオルを拾ってて、アーカイブで先端さんが本をしまってるのを僕は確認してるから、先端さんから見えてないかな。見えてないです。ごめんなさい。右直したのって誰ですか？あ、高田さん。あ、高田さん、はい。いや、あ、私高田さんのほぼ隠しろ出せて、貨物室スタートで私がトイレやってる間に先に高田さんが抜けてリアクターの場所に先に行ってくれたんですけど、その後ずっと私が後走って地帯がないので高田さんがほぼ隠しろだと思って。あと僕があの右スタートがサントス、高田、ゾニキ、メイヤの4人だったと思うんですよ。うん、はい。あ、でそっち側に死体が、したいというかそのマシャカリさんとスナッパイさんって右側でいないから、僕がそこの弁当を使ったとしても貨物、アーカイブ、シャワー室には死体はないっていうか、すいません、撤回します。僕タオルを拾ったんで、いや、さっきでもあの弁当の方から上に上がるのはタオル拾ってる動きなんで、確かにタオルあると思います。あ、ごめんごめんごめん、撤回します。サントス自身はアーカイブ通過するときってそこに先端いた？いた、センターさん見た。あ、じゃあでそこに死体がなくてシャワー室側にメイヤーがいたわけでしょ。はい。じゃあセンターもキルできないじゃん。うん、できない。うん、できない。僕アーカイブからほぼ出ないです。うん、だからセンターも白じゃない、それだったら。まあスナパエさんは左にいましたね。うん、ゾニキさんも多分無理だと思うよ。うん、消去法でかなり絞れんじゃない、うん、右側スタートの。まあ喋ってないからね、夏は。まあ後で喋ります。右は入ってるけどなんか速攻しましょうか。エンジンから一番早いね。シュー、やばい、シュー、やばい、んーシューガチ勢なのに。シュー、よし、ミュ、はいはい、まあ、しました。後出しになるんですけど、夏目スナッパイがちょっとキッチン巻きでした。で、自分はキッチンのタスクをやっていて、スナッパイさんは上に行くのを、見ています。キッチンにスナッパイさんと夏目さんが湧いて、スナッパイさんが上に行ったと、はい、上に行って武器庫の方に行ってて、はいはい、自分はキッチンに留まってます。あ、マシャカリさんは見てない。は見てない。え、ごめんなさい、アルマタケオってエンジンルームで湧いたんだっけ？エンジンルーム、僕が、多分、はい、僕が宿舎前通路でもうす下下がったらすぐにアルマさんがいました。エンジンルームとか、僕はエンジンルームで2人で湧いたと思ってました。でタスクを1個だけやってもうブーってなったんで、もう2人で並走して直しに行って、うん、ね、僕が左側を直して竹尾さんの。さんの目撃情報はどこにもない感じってことはメインあたりじゃない、湧いた
かな。それか宿舎とかの方じゃない。え、少なくてもさ、夏目先生がどっちかを殺してないと成り立たない気がするんだ。いや、それに関してなんだけど、なんかアルマ武雄が絶対無理。無理、うん、無理ですね。初手10秒でも立つ前に合わないんだよね。だって俺ら右5人が無理なんだもん。ほぼ。右5人が無理で左側にした2次第だったら夏目下アルマ武雄になるかな。うん、右5人って絶対に合間も縫えないですか、右5人って。ゾニキさんは無理じゃない。で、サントスさんと高田さんがほぼ白証明できるんでしょ。私は高田さんで。センターが客観情報で一番無理でしょ。サントスは知らないよ、うん、俺は。あ、知らないのか。あれって、私が高田さんの後をついてるから、私から高田さんは出せるけど、高田さんから私は出せないよ。うん、なるほどね。ん？右5人ってもう一回、誰だっけ？メイヤーさんと。メイヤー、ゾニキ。ごめんなさい。で、先端さんが足し点から見て、もう全員から無理って感じなんですよ、ね。いや、私わかんないけど。いや、でもほぼ無理じゃない。アーカイブにずっといたら見ない。アーカイブで行ったわけでしょ。サントスもアーカイブで行ったら見た、うん。見た。あ、するのこれ。あ、マジか。あ、いっちゃう。マジか。はい、まあ、5回入れちゃいましたけど。僕スキップにしちゃったな。まあ、残ってます。頑張ってください。すごいなぁ。こんだけ初手で抑えられるところ。あ、ちょっと遅かったかな。これは絶対死ねないなぁ。がもう隠しろならもう他の人の黒良さだった方がいいからね。あとさ、最後に判断すればいいだけだから、ちゃんと判断できるタイミングで。ボタンを押せてないから、遅っか。夏美先生の相方って誰になるんだろう。ん、サントスさんが…サントスさんが死んでる。死んでる、うん、あれ死んでるね。メインホールで僕と会ったのってサントスさん。他会った人います？メインホールか。サントスさんだ。シャワーの方に行ってたかな。メインホールの右側ぐらいで、シャワーから上がるサントスさんがいたと思う。アーカイブの方に。おぉ。いや、夏目線…ごめんなさい、夏目先生が、インポスターの場合、2キルってことですか、それとも、どっちも可能だからっつったって感じですか。僕はスキップに入れたんで、なんとも、右側5人が確実にって言えなさそうな雰囲気だったんで、話聞いてる感じ、ごちゃごちゃってしたんで。俺は、夏目がクルーでも落とすべきだと思ったから落とした。ああ、なるほど。あ、同じですね。あと、右の、サントスさんが死んだことから、サントスさん白で、サントスさんの白を出せる、あ、高田さんが白っていうふうにサントスさん言ってたから。うん、サントスさん目線、高田さん白って言ってた。で、ゾニキさんも僕白だし、先端さんも白なんで、なると僕はアルマ君か竹雄さんどっちかを絶対落としておかないときついかなって思って、どっちか目線どっちかは可能みたいなのありますか、うん、一方通行情報、うん、僕ら二人ってことですか。はい。いや、もう絶対無理だと思いますよ、お互い。ただ二郎ケアしたいんだったらここを切っといた方がいいとは思います。ちょっとなんかすごい悪いことに貨物室スタート竹雄アルマだった。そう、またこの二人が貨物室からスタートしてるんですよ。あ、で、二人で、そうです。あ、名屋ってどこスタート？金庫してました。僕はね、あれ今どこだったっけな、宿舎かな。で、金庫の、あ、宿舎で金庫室のタスクをやって、ミーティングルームの一番右のタスクをやって、で、ボタンを押そうと思ったんだけど、誰かが登ってくる音がしたんで、それだけ確認してボタンを押した。まあ、二郎ケアでどっちか先端さんだったも大丈夫です。登ってきたのは。そうっすね。どっちにいますか？竹雄さんの方がいいと思いますよ。竹雄さんね。竹雄さん、あの、ボタンを押してるので。わかりました。あ、まあ二郎ケアですけど、はい、うん、まあその方がいいと思います。感覚的には白泣きちょっと今日のリスポーンがもう二郎疑われて竹雄アルマで、今のターンも貨物僕ら二人だけだった。しゃあないっすわ、これは。うん、ちょっと夏目先生の学論の時の相方をちょっと考えておいた方がいい気がする、うん、はい、確かに。いや、じゃあちょっとお願いします。僕は違うんだよな。メイヤさんしかありえないね。サントさん死んだし。即決しないとな。タスクの位置は覚えておかないとな。やること多いな。やばい、殺される。
やだー、ベント使われて殺される。どうしてくれた。黒、ピンク、オレンジ。あ、なんだこれ。あ、これバグ？やばいんだけどこれ。で、宿舎前。ダウンロードする。やべえ、できねえ。あ、できた、できた。危ねえ。黒、黄緑。黒、ピンク。黒、ピンク。オレンジ。あ、とか死体探しした方がいいのか。一緒に戻してる。あ、落ち着け落ち着け。あー、押したよね。宮さんに押されたか。あれは、あれ、メイヤさん、メイヤさんが死んだか。メイヤさんって左ですよね、多分。あれ違う。メイヤさんとアルマさんが一緒に行動してて、で金庫室、その直後に金庫室からケンさんとゾニキさんが、というかもうずっと一緒行動してたでしょ。はい、で、そういうふうに一緒に行った。リアクター左を直しに行った時に直って、で、そこにいたのがここ全員で、僕はメイヤさんを置いていって、いや、僕メイヤさんを置いていって右側に行っていて、どこで、え？金庫室らへん、宿舎前通路かな、多分に置いていって、で、僕は右側を直しに、あ、ごめんなさい、右側に行って、右側が鳴ったので、リアクター。金庫室にそもそも、俺、先端恐怖症、ゾニキがまず3人いて、あ、ごめんなさい、金庫室というか、宿舎前通路、リアクター直した側の方に置いていってます、僕。全員を目視した。てかもう、アルマさんに言うんですけど、ゾニキさんとケンさんも、お互い、多分マジで最初からずっと一緒になんかラブラブしてたんで。いや、最初からずっと一緒にいて、リアクターが鳴ったタイミングぐらいで一瞬離れたぐらいだけど、その時は多分先端が視認してるはずだと思う。見てる、見てる。だから多分ゾニキさんじゃないし。うん。え、マジ、え、でも僕じゃないからな、こいつらとは負けるから、なんて証明すればいいかな。でも分かんないかな、そっちの状況。絶対無理ですか。高田さんが右に最終的にいたんですが、うん、あれはヌーに乗ってきたって感じですか。ヌーに乗ってきた、左側。その時ぐらいじゃない、できるなら。あ、そうね、その時まで基本、金庫室からずっと3人移動だったから。うん。で、リアクター直すタイミングで、俺が右に移動してるだけだから。ええ。ああ。浮いてちゃってるっていう。アルマさんに入れてますか。俺はアルマに入れざるを得なくなってるから。いやでもこれ、いや待って、え、本当に違うのか。誰もその直してる間目離してるとかないですか。左側誰に入れました。あ、アルマさんにちょっと、いや、アルマさんじゃなければセンターさんでしかない。いや僕隠しろっす、初日ですよね。うん、足してんからそこから色だと思うんですけど。あ、あれしょ。いや大丈夫だと思う、さすがにボタン押しまでしてくれてるし。 OK、 ナイス。ごめんなさい、うまい。いや、ちょっと、メイヤさん、切りたくなかったけど。そうだよね。いや、俺、弁当、もう、はい。ごめんなさい、なんか私、なんか、メイヤさん疑っちゃって、確かにあの位置タオルありますもんね。ちょっとタスクが、把握できてなかったっすよ。いや、ごめんなさい。はじめまして。はじめまして。申し訳ない。あ、ごめんなさい、あの、トイレ行ってて、今コメント欄で初見が来たんで、初めましてって言いました。うわー、いきなり誰に挨拶しろ。ワンパしてる。え、いや、あの、こいつトイレ行って今帰ってきたんで、初見の人が初見でしてきたんで、初めましてって言いました。え、今のって夏目先生来る？はい、僕と竹田さんの。そうだよね。いや、なんかやっぱり、右の5人の白拾えて、夏目先生じゃないんだったら、やっぱ、アルマくんと竹尾、うん、ね。あ、そこに色だよね。じゃあ、だって竹尾さんが初手いきなり弁当から出てくるから、もうダメ気がするし。あ、そっかそっか。クーの目の前で弁当から出てきた頃、ええってなって。夏目先生の相方がね、いないんだよね。竹山さんって宿舎前で本当に巻いた？え、な、はい、何ですか？あ、いや、竹山さんって初日
なんかあの宿舎前で湧いたって言ってたけど本当に湧いたのかな。わかんない、聞いてみないとわかんない。あ、どっか行っちゃった、トイレ行ってる、うん。切った場所はコックピットで2人ダブルキューしてます。あ、そうっすよ、びっくりした。いやでもそうじゃないとおかしくて、俺弁当開いたの見たんですよ、コックピット。あ、そうですね。で、キッチン脇が俺と夏目先生なので、竹尾先そこで湧いてないんですよ。ってことは弁当で出てこれるのって金庫からじゃないと無理だから、宿舎前じゃないとありえないと。めっちゃインポスター引くな、あの おっさん竹尾先生なんか竹尾さんのこと慕ってるみたいな、いつも慕ってるとか言ってたのに、言ってたのに、これビジネスだった。おっさんって言ってました、おっさんって。お兄さんって言おうとしたのに、ちょっと勝手に、いや嘘つくのやめてもらっていいですか。竹尾さん、竹尾さん、竹尾さん、初日って宿舎前で湧いた？宿舎前で湧きましたね。あ、湧いたんだ。宿舎前で湧いて、左側で、左側だった宿舎前。左側の弁当を使って、なんか、スナッパイさんにがっつり弁当見られて。え、ごめんごめん、3択って左になってた、それって。あ、どうだっけ、ちょっと。どうなんだろう、ランダムな。あ、見てなかったか。いや、それを知りたいんだよな。ランダム性がどうなってるのか。うん、確かに。あ、ね、僕、宿舎前なかったっすよ、初手。エンジンしかなかったっす、左。どういうランダム性になってるの、本当にただのランダムなんじゃないですか。どうなんだろうね。でも偏らない、例えば、あなたのやつ。じゃあ、ペア行動するって言って、あの、絶対一番左のやつを押して、ペア行動しましょうって言っても無理ってことですよね、多分。ああ、確かにペア行動できないですね、これ。絶対できないってことですね。いや、まあ、無理ですね。うん、確かに。あ、そういうことですか。左が左脇、真ん中が真ん中のとこ脇とかっていうのか。ペア封じでかね。ペア封じでかいですね。確かに。